この番組ビックリマンのエクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうやったっけ。ごちそうさまでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストラライフ、ビックリマンのエクストララジオ。元気してっか？ノリオ。ノリノリノリオ。ヨリヨリヨリヨ。シュンセンドンチャンチャンパルンフェイ。いやマジでさ、いやいつもだったら弾いて、うん、いやいやいやって感じになるけど、今日過去のラジオとか聞いてていつもなんかその突き放しちゃうから、ちょっと乗ってみようって、あ、気持ち決めてきてる、うん、乗ってみようって思ったけど、どうだ、乗んなくてよかった、乗んなくてよかった、乗ってみたけどそっち系だった、乗ったけどちょっと降りたもん、降りたもん、すぐもう降ろしたもん、荷物おんぶしてもらったけど、降ろしてもらっていいですか。いや、まあね、始まりましたけどね、始まりましたね、いや本当に、うん、始まったね、始まったね、始まったよ、ほんと、うん、まあ片塚さん声一番ちっちゃいからもうちょっと鏡気味で来たもんじゃないですか、その一番後ろにソファーにのけぞってないで近寄んないと、多分マジ B ボーイだからラガだからと一緒じゃん、今日は心臓叩くわ心臓一回ダラダラしてたもんね、ダラダラしてました、ダラダラずっと喋ってたもんね、うん、あんなことやこんなこともね、も片塚さんがねすぐスイッチ押してくんなかったから、うん、結構1時間ぐらい経った、そうだね、撮ってなかったね、あれ撮っとけばよかったね、あれね、うん、あの放送できない話だったと思うよさっきの話は、うん、そうね、うん、まあ、今日もあのカエルも、これ、絶好調ですね、絶好調ですね、時期的に、この田んぼに水が張った時期はやっぱりこのカエルも合唱を始める、うん、そうだね、まあ、ここだとばかりにポンってポンポンカエルをポン、このこれいいよね、なんかあの夏、うん、夏なんだっていう、僕たちはこんな自然におります大工事のど真ん中、はい、まあね、このさ雰囲気の中スイッチ入れろって言われてたもん、ね、いやオフってやから、ね、もう完全にオフってポンズンチだからスタジオじゃないから、家だから、家だから、大体なんか言うと、そうなんすかって言われたら、あ、家でやってるってね、家のお部屋で撮ってる、えっいや何を想像されてるのかね、まあラジオのイメージやっぱこうヘッドホンして局に行って、けど最初はそうだったんですけど俺ら超めんどくさかったからやっぱここでポンズンチで撮るっていうスタイルにお願いして、けどまあ今のクラブハウス的なやつの先駆けだと思ってるんですけど、ここに集まって、いやアナログだねみんなで家に集まって、そうだね、うん、これなかったらもう特にうつ病になってるからギリギリだよ、ギリギリ保ててるから綱渡りだから、本当にね、ただの肉の塊エビスです、おいよー、肘パッドと肩パッドどっちが好きですか、神田田です、あ、気持ちいいランボルギーニポンズです、ランボー怒りのブリティッシュ片付かしてポンズのやつが強い口ばけちゃったよ松井先週のさ、豆腐メンタリストが、今日も聞いてて、うん、面白かったね、あの時はさ、豆腐メンタリストがさ面白いと思ってたけど、やっぱ旬が面白い、旬が面白い、やっぱ頑張りと旬の陰もあるから、豆腐メンタリスト旬だから、旬は変えないんだね、頑張りと旬だからのメンタリスト、豆腐メンタリスト、足し算と、ね、引き算が超うまいんです、うまいね、その言葉、濁点が一文字もないからね、濁点ないんだね、メンタリスト旬、本当だ、豆腐メンタリストの旬、
脳内テトリスですね。いや、お前、後付けでもなんかすげえ。ちょっと調子乗った感じが面白い。カタカナを。やばいっすよね。で、肩透かしっていう名前もね、なんかほら、なんかヒップホップって濁点あると、なんかパンチがあって、ね、いいと思ってたけどね。あえて肩透かしっていう、サシスセソみたいな名前をつけたってわけですよね。そうですね。自分でつけたんだもんね。自分でね、しかも肩透かしと麺まで勝手に悩んでたよね。すっごい悩んでたよね、うん、俺らからしたらどっちでもよかったんだけど、3ヶ月はずっと2人になると、ね、その話をされてた。メンマって主役じゃねえけどとか、うん、メンマはね、本当にラーメンに入って、はいはい、まあ、大体まあチャーシューとかさ、はい、やっぱ好きじゃないですか、具としては、ね、メンマはなんかまあそんなあってもなくてもみたいな感じだけど、はい、好きな人はメンマ入ってねえのかよってなるっていうぐらいの位置づけなやつになる、はい、なりたいだなって思って、自分がだから、うん、いやメンマの方いいんじゃないかなと思ってて行った時期がはーい20代前半ぐらいで意味わかんない世界だよ。いや、そう、なんでラーメンでこう何ポジション、MC 確かにね、メンマっていう、うん、まあ、MC ってことですよ。ラーメン界だったらメンマっていうポジションあるけどさ、うん、何をしてるのか、ラッパーの世界でなんでラーメンにまず置き換えてね、あ、比喩、まあ、そこ踏みやすそうだけどね、そう、メンマ、あ、じゃあちょっと踏んでみてよ、10個。ケンタ。センマ、サオ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。でもやっぱ、肩透かしっていう名前は、うん、変えたいと思ったりさ、うん、してたからさ、うん、俺らであのマイクナフトっていうのも結構提案したけど、あれは超無視されてるマイクナフト超無視されてるよ。あと文房具とか。文房具、あの、ブッダゴリラフローの、曲、レコード出すときに、リアルネコレコーズのあの、CEO、はい。はい、もう先輩に、あの西島さんに、あの肩透かしの名前だけ、肩透かしじゃなくてこの曲を機にブーンボーグって名前に変えてくださいっていうクレジットリークブーンボーグって肩透かしに断りもなく勝手に変えてくれって言ってたんで、ブーンにボーグでも漢字で書けばブーンボーグっていう名前にしよう。どっちも対応か太陽か。これか、勝手に名前変えてやろうと思ったんですけどね。メガフジーとかメガフジー。メガジー。メガフジー。誰かありきやん、全部。そうだね。最初に思ったのは肩透かしっていう。まあ、ことだよね、自分で。けど、名前通りのスタイルになってるよね、肩透かしとかメンバー。19年ぐらい前の話です。だよね。18年ぐらい。要するにその一発の攻撃力とかっていうよりは、相手の力をいなしたなんか状態を使って勝つというなんか、そう、うん、相手の勢いを殺さずに透かすっていう、うん、なんかことらしい。けどラップでさ、うん、相手の攻撃をとかってなるのと、まあ、MC バトルぐらいでしかないと思うんですけど、というか、うん、その期待を裏切るみたいな、こうなってこうなってこう来るっしょって思ってたら、うん、みたいな、全然ね、あ、そっちっすか、不意をつく、こうでなんか負けに取られるみたいなことを、うん、だですよね、うん、いつ味わわしてくれもそれを、え、あと5年な遅咲きの春ですね発売中そっか、じゃあそっか、自分で考えた名前、今日そうなってくると、このラジオの冒頭のさ、うん、あの頼んでもないあのタイトルコールも肩透かし感はやっぱあるっすよね。ああ、うん、うん、いや、どんな面白いこと言ってくれんだろうなって期待してたら、メニョーンみたいなことを言われて、うんってなんで、なんだろうね、そうね、そのギャップでちょっとこのダウナーな感じになる、うん、なんかやっぱ肩透かしってわざわざ得られた方も、うん、気持ちいいなみたいなところもあるじゃん、逆に、あ、それはないからさ、いつやってくれるの
ということはもうすでにもう想定内だっていう、うんこの前ゲストに来た春彦もさ、冒頭でね、もう終わった後さ、あれ今日の藤井は、うん、本気じゃなかったの。なるどういうイメージ。あれは片すかし暮らすよ。そうだよね。もう春彦にとってはその何そのハンド部ののんちゃん先生が主催してたさフットサルの遊びとかの時に、片すかしは森岡南高校だから花菜の人とあんま俺らの知り合いそこまで馴染みなくて。そこで藤井直人としてじゃなくてマスヤカラスっていう、あの見るマスカラスのお面をかぶって喋らないサッカー選手として来て、あのいきなりね、いきなり誰が呼んだのみたいな、マスクかぶっていきなり入ってきて、おいつ誰だみたいな、普通にサッカーに入って結構なんかバコーン、結構シートにすげえしちょっとマスヤカラス一言も喋らないっていうやつを何回やってた、それがマスカラス、そうそうそう、いいポジションだったよね。それがやっぱ俺も設定的にすごい面白いと思ったから、春彦もそれ見て藤井片すかしはすげえ面白いやつだと思ってて、で先週の放送見て、片すかしであんなもんだっけばりのリアクション、イメージがやっぱゼウスみたいな、確かにね、まあ、調子悪いのかなみたいな心配されるっていう、うん、けどどうなの今さ、またその時の心境と変わって、また今ね自分に自信あるわけじゃないですか。今だったら何て名前つける、肩透かしとかメンバーとか一切抜きにして、解明しようか、解明しようよ、全員解明する、全員リアルケンタウロス、あいいねいいねって、そのいいねって、またリアルケンタウロス、リアルケンタウロスいいねいいなけどマジガラッと変えても面白いかもしれない、イメージも変わるすげえ剛腕なやつ、ケンタウロス好きだよねケンタウロスギャグ結構あるもんねだって面白いからね足うまっ、うまっ、確かに長所でしかない、友達にいたらマジやばいよあいつ来ると攻めんだよな、ケンタウロスってなんだろうな、意味わかんない、人とどうなるんだろう、馬なの、何あれ、星座、星座のやつ、星座なの、わかんない、神、神じゃない、そう、それこそ伊手座はそうだ、あ伊手座はそう、そうケンタウロさん、ほう、超人な、え伊手座だっけ、はい、あじゃあそりゃケンタウロスケンタウロス言う、あじゃあリアルじゃん、うん、タトゥーも入れていいしリアルケンタウロス、自分で書いてロザリオみたいなっていう話をしたいわけではないんですか、うん、そんな我々の、ね、曲がね、うん、配信されたのかな、そうなんですね、そうですね、15日に配信しております、はい、雨とラジオ、はい、もう5万ダウンロード5万ダウンロードされて、すでに、うん、けどもうよかったら本当に、ね、今のところ5万ダウンロードダウンロード盗まれてダメじゃん、ストリーミングで久々に曲作ったんで、あのラジオであのお披露目してる曲ではあるんですけど、結構前、ちょっと前、ちょっと前かな、けど人によっては結構前かもしれない、そうだね、うん、まあ多分アーカイブで聴けるんで、聴けますね、はい、うん、久々にそれも合わせて聴いてもらう、そうですね、15日に配信スタートしておりますんで、無事に私が、ね、はい、頑張って登録しておれば、ね、はい、そうなんですよ、なんでね、あの曲の方もね、何回かあの寝る前とかに Spotify とかの繰り返すボタンを押して寝ながら聴いてもらって、朝まで聴いてもらえれば結構回数回るんで、そういう言い方もあるんです、はい、結構回ると思うんで、そうです、お仕事中も多分、うん、ロッカーに携帯を置かなきゃいけない方は、まあ、そこで回しといて、とにかく回しといてください、それであなたはもうあれですよ、980円以上のストリーミング代を払うことないじゃないですか元取ってる、元ね、元取ってる、うん、無料でもね、無料、うん、でも CM 挟むけど流しといて、うん、そうっすね、睡眠効果あるからね、うん、俺でも昨日マジで、うん、寝
ながら、うん、そのちょっとなんつうの曲の、はい、確認で聴いてたんですよ。ああ、したら寝ちゃってて、あ、じゃあ起きたら朝だったんで、ね、実践、じゃあ安眠効果マジで 寝ちまったと思って。ああ雨の音とかさ水の音入ってると結構気持ちいいよね、うん、リラックスすごいじゃん。いいじゃん、もっと言ってよ、うん、具体的に。えっどう片付かせしたい。ガンガンになってた。ガンガンだった頭が。俺のギンギンじゃなくてガンガンフィギュアがね、ただのフィギュアが ガンに2回かかったみたいな。ガン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 、いい曲なんだマジで、うん、皆さんはこのラジオとかは聞いていただいてると思うんですけど、そういうストリーミングとかってやってますか。やってます。やってますか。やってますか。俺もやってます。みんなやりましょう。そうですね、けど本当にいい曲なんで、ポンズくんのトラックで、ね、うん、あとはコーラスも入って、ね、コーラスも入って、初めて自分らの曲で自分らがコーラスして、はい、うん、で、ね、女性にやってもらい本当はね、いねえなって。そうっすね、女性のシンガーとか言ったらもっと幅広がるんですけどね。そうだね、ああいうね、色気のなかなかね、うん、届かないもんですね、うん、なんでね、YouTube のあの穴、なんか、うん、データ見れるんですけど、あ、そのどんな人たちが見てるか、はいはい、年齢層とか、はい、とりあえず男 100% トングロー 100% 男なんだ。女の人は聞いてないってことなんだ。多分聞いてくれてるけど、うんうん、そこまでも換算されないぐらいのパーセンテージしか言ってないっていうことなんで、本当に男 100% で、うん、なるほど。マジもっと聞いて。いや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 ね、あ、もうあれパンケーキの作り方とかやんないとダメ。パンケーキの美味しい店とか寄せてくん、うん、寄せて、うん、今時、うん、パンケーキ俺らより知ってる。知ってるわな、これ。シェフの方が。そうだよ、ね、そうか、別にけど昔からそんな女の光景いいわけじゃなかったからね、肩透かしがいたから、うん、おい、うん、イベントでね、なんか昔は全裸とかになってたもんね、うん、あー、そうだね、これだけはいいのになって女の子見せたからピークタイムでチョクさんがすんげーやってんのに神奈川と DT が全裸になってるって全裸になって一番前で、うん、組み合ってたというね、それがなければよかったっていうのを、そうだね、シラフの時にね、恵比寿に言われて、もうね、すげーのこう、いやでも褒め言葉と褒め言葉褒め言葉そうだよな。いやでもいいと思いますよ。そうなの。けど別になんかけどうちら下品なこと言ったりエッチなこと言ってもさ、うん、リアルに捉えられないからさ、う、ね、うん、実際そんな気ないしね。ねそんな気ないし本当に俺、うん、だって仏像にしか興味ない。仏像にしか興奮しないし。逆に一番ってやつじゃない。多分みんなもそうなるから。先行ってんの、先行きすぎて仏像を釜石大観音とか見たらもうグワーそうだね、なんかこう絶景これ入れんすか入れるんだなんで興奮した人はそうジャンキーみたいなこの、うん、って感じ。曲わかんない。まあそうですね。まあ仏像って感じの、うん、あれなんで。また、うん、次回もね、うん、いろいろ作っていきたいと思うので、この活動をやめないでいきますんで。はい、続いていきます、はい。ちょっとね、自分らで曲を紹介するのもなんか おこがましくてちょっと苦手なんで。まあ、確かに、うん、聞いてくれればね。うん、それこそね、まあ、ね、スーパー。うん、コメンテーターさん、あー、アメージングカイコマさん、ね、あ、うん、なんすか、ちょっと曲、そうだって、確かにレビューとか、あ、レビューね、レビュー、はいはい、面白い、はい、あのアメージングカイコマンっていうのは本当にあの歌丸さんのラジオとかでも、あのあとサウエさんとか、アメーバのだよね、投稿誌っていうのなんていうんだろうね、わかんないですけど、うん、これプロフェッショナル、プロフェッショナルな、あのハガキ職人みたいな感じの。うん、人なんで、やっぱああいう文章能力ある人にちょっとその今回の雨とラジオのレビューをちょっと書いてもらって、マジよかったら
金目のもの金目のもの金目のもの、うん、金物、うん、金物をあげるんで、すごい金ピカの夜間とか、夜間なんで金物なんで、野球の時に置いてあるような、そうなんだよ、グランド鳴らすやつとかも、好きそうだな、太鼓マンからメールも来てる、え、うん、毎回なんかコメントくれますね最近、うん、読みます、読みますよ、なんかまあアメイジング太鼓マン的にはすごいなんか片透かしが面白おかしく読んでくれたっていうのをすごく喜んでくれてたのは俺は、いろいろ活動もなんか広がってるみたいなんですよね。すいません。これだ。じゃあちょっと今からそのアメイジングカイコマンから来た手紙を片透かしが普段の3000倍面白く読んでくれます。すごい感激してたよね。じゃあいきますね。ラジオネームアメージングカイコマン AKA ラブポリスエクストラ、おお、ヤッホー、ラブポリス参上なのだ。この間はラブポリスの逮捕状を読んでくれてウレピやハピノスケなのです。まさか自分の逮捕状で番組まるまる使うとは思わなかったから、とってもびっくりしちゃった。スカシタンが超面白く読んでくれたからすっごく笑っちゃった。他の人が読んだらもっと面白かったのかな。公務執行妨害で逮捕します。あとね、今日はビックリマンのみんなに相談があるの。お、何でしょう。私仕事がないんだ。お、厳密には厳密にバイトしてるけどフリーターでは食えないから、もっとちゃんとした仕事が欲しいの。ラブポリスはボランティアだからラブポリスはみんなを笑わせたり逮捕するのが大好きだから、そんな仕事をしたいな。工場には応募したんだけど、工場は求人倍率がズローンって高いみたいで、未経験者は難しいみたい。このコロナ禍でどのようにして生きていくのか、それを考えていかなければならない。何か文章を書いたり面白いことを実現するお手伝いをする仕事ができたらエクストラハッピーなんだと思う。でも すぐに仕事に直結するなんて無理だから、少しずつでも経験を積んでいきたいの。ビックリマンのみんな、ライポリスがお手伝いできそうなことがあったら何でも言ってね。かっこガチです。ビックリマンの面白さ、かっこよさをもっとみんなに伝えていきたいんだ。ラブポリスの力が欲しいときはラブパトカーに乗って岩手に飛んでいくよ。よろしくね。そのラブポリス、ラブポリスっていうか、じゃあアルトワークスで来てくれるってことですよね。10万円で買った台車みたいな車で来てくれるってことですよね。台車でしか来たことない、うん、いや、ここまでやってくれた、揃いましたね、役者は。けど、言ってしまえばさ、アメイジングカイコマンの文章のセンスとさ、うん、そのアメイジングカイコマン的にその昔の読み方がマッチしてたってことなんでしょ。組めば組めよ、しんちゃんみたいな、見ればみたいなのにねけどいや、なんかいいかもしれないよね。いや、わかんないけど、うん、結婚したらいいよ、うん、してっけど、あ、そっか、これ放送するする、うん、結構ファンの人びっくりしちゃうんじゃない。ごめんねパパ、ごめんねパパ、だから誰や、忍者ブルーです。いやでも、まあ、まさにその協力できそうなことがあったらっていうのを、まずそのさっきの曲のね、じゃあそうだね、雨とラジオのレビューお願いしてみる。それがよかったらね、ちょっと考えてもいいって。そんな目線それか、雨とラジオになんかこうフューチャリングアメージングカイコマンのリリックを考えて送ってきてもらったやつを、さらに、スカシが、いいんじゃない？いいんじゃない？ラブポリスとして。お、これで、サウラゴーチ化できたってことですよね、うちらもね、リリックを。サウラゴーチ化みたいな、なんだっけ？書いて、ゴーストライター。ゴーストライター的な。はい、とかね、あ。そういう企画もね、いつかやってみたいなと思ったけどね。まあ、なんか、なんでも全然いいんですけど、確かにその曲のレビューとかも、面白そうっす。いいよね、ちょっとお願いしたいっす。まああとは逆に言えばアメイジングカイコマンに限らず一般のリスナーの方でも、はい、あ、なんかこのアメトラジオ聞いてレビュー書くとしたらこんな感じで書くっていうのをなんか、そうだね、ね、メールかなんかメッセージ送ってくれたら、もう一軸ね、
ちゃんと噛み締めて読ませていただきますんで、あ、それで良かったやつをね、ちょっとあの片透かしがなんか読んでくれるとか、そういうね、うん、なんかちょっとそういう風にやってもらわないとちょっと心折れそうなんで情けを何でもしますんで情け落とせてなかった、うんうん、けど YouTube とかもね、あの過去作配信してますし、あのラジオ盛岡さんのアーカイブでも聞けるんですけど、うん、YouTube 聞く際にはやっぱりそのチャンネル登録のボタン、まあちょっとね一瞬時間を拝借して、ね、うん、アカウントとかねいっぱい作って、ね、はい、あ、そうですね、あ、裏垢とか作って、一人2万個ぐらい作って、そうですね、ね、でもうそれで YouTube 見てもらった後はやっぱあの雨とラジオをストリーミングで夜から朝でまあ聞いてもらって、 そうですね、うん、はい、そのルーティンを繰り返していただけると、はい、皆さんがハッピーになります。ローラでした。バイバイ。エクストララジオ。雨に濡れて壊れたレディオ、隣に君が脱ぎ捨てたパレオ、だから神様もう少しだけ乾いた心に恵みの雨を。雨に濡れて壊れたレディオ、隣に君が脱ぎ捨てたパレオ、だから神様もう少しだけ乾いた心に恵みの雨を。なぜおばさんは雨に濡れるのをやたらと嫌がるんだろうか。なぜ髪の色が紫のおばさんはいるけどおじさんはいないんだろうか。そんなことを考えながらハンドルを握る。もう15年ぐらい乗ってる軽自動車。昨日給料日だったからってちょっと高いやつ洗車した時に限ってこうだ。そういや昔高速走ってる時にワイパーが動かなくなった時はマジで焦ったよな。日々生きてることと水色の雨に感謝。ピチピチチャップチャップランランラン。とりあえず雨にも負けずとかそんな精神論でどうにかなるような世の中じゃないけど、ハッシュタグ歯出して笑ってけ、ランジェリーとラジオ持ってランちゃんを探せ。俺は知恵かなって思ってたよ、ずっと Oh my heart like a radio。 ワインビネガー、この雨の中バッシュ吐けば Oh my heart、 ハリウッドムービーショー、アーノルド・シュワルツネグ。毎日降り続ける6月の雨、ずっと追い続けてるあいつの影。ごめん新規臭いのは今からやめる。コーヒーでも入れてレコードに針落とす。あの日泣きながら雨の中叩いたドラム。傷を癒す天然のシャワーを浴びる。体を拭いて景気よく外気よく、肌から見たら変態っぽくも見える。不器用ですからバイ高倉健、俺に合うブラのサイズはねえ。汗をかくだけでメイクマネー、整ったら即マイクマネー。恵みの雨と頬を伝う涙、カーステからレディオ夏メロ三昧。シャレになんないは鈴木亜美じゃない、ウィズカリファじゃない、鈴木サリナジャイ。俺は知恵かなって